ラティステクノロジーでは今回仮想メカトロニクスシミュレーターの VMEC をご紹介しております。 VMEC は軽量な XVL 形式の 3D データを使い、仮想環境の中で制御対象機器を動かしながらプログラムのデバッグを行うツールです。こちらは C 言語コントローラーに搭載した開発中の制御プログラムを VMEC を使って 3D 環境で動作させたものです。 C 言語コントローラーとは LAN ケーブル1本でつながっており、プログラムを実行させながら VMEC 上で意図した通りに動作しているか確認できます。C 言語コントローラーに表示されている番号はソースコード中の番号と対応しています。 VMEC でもし動作がおかしいことが分かった場合、この番号をもとにソースコードのどこに異常があるかすぐに分かるようになっています。この例のようにワーク搬送のプログラムのほか、プリンターの用紙搬送のプログラムの開発などにも使われています。 VMEC の最大の利点は、通常は制御対象のハードウェアが完成しないとできないプログラムのテストをハードウェアの完成前に行うことができる点です。実機の完成前に VMEC 上でプログラムの完成度を高めることで、実機テストにかかる時間は 60% 削減、プログラムの開発費は 15% 削減した例もあります。このほかシステムの納品後に発生したトラブルの対応にも VMEC は効果的です。開発担当者が顧客のところに出向く前に VMEC でトラブル原因のあたりをつけておくことが可能になるからです。特に海外に工場を持つ顧客のサポートには大きな効果を発揮すると考えております。